皆さんこんにちは田島です今日も動画をご視聴いただき本当にありがとうございます今回のテーマはこちらですねお金に困った時こそ知っておきたいお得な給付金支援制度相談先という内容になりますところである日突然世の中の状況が変わってしまって仕事がなくなって収入が激減したりその結果住む場所に困ったり 食事に困ったり、もしくは借金を背負うことになったりといったことは今や誰ににでも起こりうる状況になっていますよね。あるいは何の前触れもなかったのに突然病気になって仕事ができなくなったりもしくはある日突然親の介護が必要になって仕事ができなくなったりといったリスクも誰もが抱えているのが現状ですよね。 そんな時、どこに相談したらいいのか、とか、どんな支援制度があるのか、というようなことはあまり知られていません。そこで今回は、もしもの時に、とにかくこれだけは知っておいた方がいい、と私が思っている公的な支援制度とか、給付金とか、あるいは相談先を9つほど厳選して紹介しました。 ただし今回は一つ一つの制度についての詳しい説明はしていませんあくまでも制度の概要のみを紹介させていただきましたそれぞれの制度の詳細についてはこの動画の説明欄にホームページとか URL を貼り付けましたので必要な方は参考にしてくださいこの動画を見た方がもしもの時にそういえば こんな給付金があったな、とか、確かあんな相談先があったよね、というようなことを頭の片隅にでも入れておいていただければ、とても嬉しく思います。こちらは本日お伝えする内容になります。全部で10項目あります。なお、画面の左側には、こんな感じでどこの説明をしているのか進捗がわかるような図を用意しました。 こちらのこの番号は、こちらのこの番号を表していて、この例ですと、3番目、ここですね。今はここを説明していますよということを表しています。それでは本題に入りましょう。1番目、住む場所がない住宅確保給付金ということですが、これは住む家の話ですね。 この住宅確保給付金というのはどのような内容かと言いますと家賃が払えない住む家がないから助けてほしいという方を支援するために自立するまでの間家賃の補助を受けられるものということになります。支給期間は原則として3ヶ月間となっています。ただし 事情によっては9ヶ月間に延長されることもあります。次に相談先ですが、これはお近くの自立相談支援機関窓口情報というところになります。これは厚生労働省の制度の紹介というホームページから見つけることができるのですが、この動画の説明欄に URL を貼り付けていますので、必要な方は参照してください。 次に受給の条件ですがこれはいくつかあるのですが特に重要と思われるものを紹介しますと申請した時点で65歳未満でかつ離職日から2年未満であることとか世帯収入および資産が基準額以下であることとかハローワークに給食の申し込みをしていることといった条件があります。 詳しく知りたい方は説明欄にある URL を参照してください。2番目、お金がなくてご飯が食べられないフードバンクということですが、食べ物の話ですね。このフードバンクというのは何かと言いますと、食べても問題ないけど、何らかの理由で通常品として市場に出せない食品を、 企業などからの寄付で必要としている施設や団体困窮世帯に無償で提供する活動をということになります相談先ですがこれはお住まい近くの生活困窮者自立支援制度の相談窓口というところになりますこの生活困窮者自立支援制度の相談窓口の探し方ですが 動画の説明欄にお近くの窓口一覧の URL を貼ってありますので、必要な方は参照してください。で、支援の内容ですが、これは1回につき2週間分の食料の提供をしてくれます。ただし、自治体によって対応にばらつきがありますので、事前に確認をしてください。動画の説明欄には、 支援の詳細内容がわかる参照先を貼り付けました最後に注意点ですが生活保護を受けている方は利用できないということになっていますので注意をしてください3番目病気やけがで働けない傷病手当金ということですが病気やけがになった時の話ですねこの傷病手当金というのは 業務外の病気やけがで働けなくなって仕事を休み給料が止まったもしくは給与が下がったという時に受け取ることができるお金ということになりますちなみに業務中のけがの場合は労災保険がカバーをしてくれますで相談先ですがこれはご自身が加入している健康保険ということになりますなお 国民健康保険の加入者は利用不可ということになっています次に手続きの流れですがこんな感じになりますまず会社に相談して申請書の準備をしてから医師に必要事項の記入をしてもらい勤務先に申請書を送るという流れになりますで給付金の金額と期間ですがこんな感じになります金額は、 これまでの給与の約3分の2となっていまして期間は最長で1年半ということになります注意点ですがこれはいくつかあるのですが特に大事なのはこの2つになります1つ目は休業期間中に給与の支払いがなかったことそれと2つ目は連続する3日間を含み4日以上仕事を休んでいることこの2点ですね この丸一の方は、なんとなくわかると思いますが、この丸二の方は、文章だけを読んでもわからないと思いますので、図を見ながら説明したいと思います。はい、これは、出勤日と休んだ日を表にしたものです。この男性だと、ここで出勤して、その後、ずっと休んでいる、ということになります。この場合、この三日間、連続した三日間の休みで。 待機がが完了とととといいううここににななって、4日目の休みから病手当金が支給されるということになります。次にこちらの情勢ですがここで出勤して2日休んでまた出勤そしてまた1日休んでまた出勤そして1日休むという感じになっていますこの場合3日連続で休みを取っていないので待機期間が完了していません。 なのでこの女性の場合は傷病手当金は支給されないということになるんですね。最後にこちらの女性ですがこちらの女性は3日休んで1日出勤そしてまた休んでるということになっていますがこの場合はこの3日の休みで待機が完了するので。 一日挟んだこの四回目の休みのここから傷病手当金が支給されるということになります四番目借金問題日本クレジットカウンセリング協会ということですがここでは借金に悩んでおられる方の相談先を紹介したいと思いますこの日本クレジットカウンセリング協会とは何かと言いますとクレジットや消費者ローンを利用して 多重債務に陥った方々について、消費者保護の立場から公正中立なカウンセリングを行う協会ということになります。この協会では、一定の条件を満たせば、任意整理の手続きまで無料で行ってくれるんですね。この任意整理をしますと、利息遅延損害金のカットや返済額の減額が期待できる とということになります詳しく知りたい方は説明欄にある URL を参照してくださいまたお住まい近くにある相談先についても説明欄の URL を見れば分かるようになっていますなお取り急ぎ電話で相談したいという方はこちらの多重債務ホットラインですねこちらまで電話をおかけください 5番目医療費の負担がきつい一部負担減免制度ということですがこれは医療費の話ですねこの一部負担減免制度というのは医療費の自己負担分を減額もしくは免除もしくは猶予する制度ということになります対象になる人は災害とか廃業とか失業などで 医療費の支払いいが難しくななった方ととうことになりますなおこの制度を利用できる方は国民健康保険加入者のみとなっておりますので注意をしてくださいちなみに自治体によって対応にばらつきがありまして中には実施していない自治体もあるようなんですですので利用する場合は 事前ににに各自治体に実施内容を確認するようにしてください次に利用できる期間ですがこれは減額免除の場合は最大で3ヶ月間となっていまして支払い猶予の場合は最大6ヶ月間ということになります最後に申請方法ですがこれはお近くの自治体の国民健康保険の担当課に電話するもしくは 実際に窓口を訪れ必要種類について相談するということになります。6番目、入院などで医療療費費が高額高額、額養費制度ということですがこれも医療費の話ですね。この高額療養費制度は何ぞやと言いますと医療費が高額になった場合に一部を払い戻してくれる制度ということになります。そして、 1>, 1ヶ月の医療費が自己負担限度額を超えた場合に申請することで、超過分の金額が戻ってくるという仕組みになっています。これはどういうことかと言いますと、1ヶ月あたりの自己負担額の上限額というものが決まっていまして、もし医療費がこの上限額を超えると払い戻しが受けられるという感じなんですね。 ただしこの上限額というのは一律ではなくて収入によって細かく決められているということになりますこの制度の詳細を知りたい方は説明欄の URL を参照してください次に申請方法ですがこんな感じになりますまず健康保険証に記載されている公的医療保険に電話で問い合わせをしますすると、 書類が送られてきますのでその書類に記入をして領収書を添付して郵送するという流れになりますこの2番の書類が送られてきますのところはパソコンからダウンロードの指示をされる場合もありますもしやり方がわからない場合は病院の人に確認をすれば親切に教えてくれますので一番確実ですなお あらかじめ窓口で申請の手続きを済ませておくと窓口での支払いは最初から払い戻し後の金額で精算することができます。番目母子家庭一人親家庭庭人親の医療費助成制度ということですがこれも医療費の話ですねこの1人親家庭の医療費助成制度は何かと言いますと。 母子家庭や父子家庭などの一人親世帯の医療費の経済的な負担を軽減してくれる制度ということになります対象になる医療費は何らかの病気にかかって受診した場合の医療費はほぼすべて対象になるんですね次に対象になる人ですがこれは18歳未満の子供がいる人かつ 所得が限度額を満たしていない人ということになりますこの所得の限度額は市区町村によって異なりますので利用する場合は事前に自治体に確認をしてください最後に手続きですがこれはお近くの自治体で行うということになります自治体に認められますとひとり親家庭医療所こういったものが交付されますそれを 病院の窓口で保険証などと一緒に提示しますと一定の自己負担分を支払えばそれ以上お金がかからないということになるんですね。8番目、親の介介護、介護休業給付金ということですが介護の話ですね。この介護休業給付金というのは何かと言いますと家族の介護のために仕事を休んで介護に従事する場合に支給されるお金。 ということになるんですね金額と期間ですがこんな感じになりまして金額はこれまでの給与の約3分の2が支給されまして期間は最長93日を限度として3回まで支給されるということになっています給付の条件ですがこんな感じになってましてまず雇用保険に加入していることそして介護のため2週間以上の 休業が必要であることさらに職場復帰を前提として介護休業を取得することとなっていましてここの3つすすててを満たすことが条件になっているんですね最後に注意点が2つありまして1つは休業中も休業前と同じぐらいの賃金をもらっている人は受給できないということなんですね。 もう一つはこの給付金は休業を終えてから申請するものなので介護休業中の受給はできないということになっているんですね。9番目、どこに何を相談すればいいのかからない。のかかわらな生活困窮者自立支援制度ということでいろんな制度がありすぎてどこに相談すればいいのかさっぱりわからないという場合の話ですね。 でこの生活困窮者自立支援制度というのは生活苦の悩み全てを対象に経済的なサポート心のケア生活の立て直しまでひっくるめて支援する制度ということになるんですね。ただし自治体によって対応にばらつきがあり一部の支援を実施していない自治体もありますので注意をしてください。 お近くの相談先ですがこれは全国の生活困窮者自立支援制度の窓口の一覧が掲載してある URL をこの動画の説明欄に貼り付けましたので必要な方は参照してください。最後に相談の流れはどんな感じになっているかと言いますとまず相談をしますよね。そそうすると、担当者者ががれれぞのの相談者に合わせて、どの支援が必要で、 どの制度を利用できるか検討をしてくれるんですねそして一人一人に合った支援プランを作ってくれて生活を立て直せるようサポートするという流れになっているんですね10番目まとめですねこれが本日の最後になりますこの表はこれまで紹介してきた内容を一覧表にしたものですいざという時はこの表を是非活用してくださいなおそれでもどうにもこうにもならない場合は 最終手段としまして生活保護を受給するという方法もありますのでどうか諦めないでくださいね生活保護の相談先はお住ままいい近くの福祉事務所ととうことになります説明欄に全国の福祉事務所の一覧が分かる URL を貼り付けましたので必要な方は是非参照をしてくださいねということで今回はお金に困った人を支援する給付金 制度・相談先についての話をしました。お金に関する話に興味があるという方は、ぜひチャンネル登録お願いいたします。それではまたお会いしましょう。さよなら。